岸田総理大臣は現在原則禁止している外国人の新規入国について今後見直しの検討を始める考えを示しました。内外の感染状況の変化、海外における水際対策のありよう、こうしたものを総合的に勘案していかなければならないと思います。その上で緩和に向けた検討、これを進めていきたいと考えています。岸田総理は今日羽田空港の水際対策を視察しました。政府は外国人の新規入国を原則禁止する現在の措置を今月末まで継続する方針です。しかし経済界などからはビジネスの動きを抑制しているとして緩和を求める声が強まっていることなどから、岸田総理は外国人の入国措置について見直しの検討を始める考えを示しました。